最近、このね、パワーレンジャーっていうやつの、この変身アイテムなのかなのかさっぱりわかんないんだけど、まあ、これがパワーレンジャーだよね。まあ、スーパー戦隊のアメリカなのかな海外版のやつです。これが日本に本格上陸する前に、なんか結構バンダイ、このバンダイなんだけど、バンダイとかが結構おもちゃ出してて、そんでこのね、変身アイテムなのか何なのか、これをね、999円でトイプラネットで購入したんですよ。 はい。その時は Amazon 価きよりちょっと安かったんだけど、今なんと Amazon 送料込み700円くらいで売ってます。みんな、絶対買った方がいい。まあ、そんなことないからわかんないけど、まあ、開けてないからね。まあ、とりあえず、これを買ったということで、このね、やっぱね、このパワーレンジャー、かっこいいなってなって。なんかね、俺の中で、メガレンジャーに出てくる邪電戦隊ネジレンジャンンーっているんだけど、それになんか似てるんだよね。ていてことで、まあ、これにハマっちゃったんすよ。なんかパワーレンジャーっつってなんか、 アマゾンで検索してたら、フィギュアが出てきたんですよ。なんかね、しかもサイズ感がちょうどいい感じで、いわゆるベーシックなサイズ、俺の中での。なんか例えばウルトラマンのさ、こういう、濃いうのとなんか戦わせられそうなフィギュアがあったんですよ。だからちょっと、えー、今んところ俺が見つけたのは全5体かな ?5 人なんで、その5体を全部アマゾンで注文してました。なんか同じショップから、ああ、同じショップから注文したら、送料がなんか、い、なんか、 一定の額で済むみたいなんで、なので全部買いました。全部定価以下で買えたのでよかったかなと思います。まずね、一番安かったのはね、みんなね、初めて買うんだったら、レッドだけ買えばいいと思う。レッドが一番安かった。これ、レッドでしょで、まぁ、あ、順番から言うと次は、ブルーが出した方がいいのかな次は、ね、ブラックか。次は、はい、ブラック。ブラック、かっこいいね。もうブラックなんだかわかんないけどね、もで、ブルー。エフェクトパーツも全部ついてるんだよね、一個ずつ。 で、イエロー。イエロー。で、ピンク。新品で全部5体買いました。新品かな新古品かなわかんない。まあでも箱入りでも、まあ、箱正直ね、なくてもいいんだけど、まあ箱あったらやつの方が綺麗だし、まあまあまあ、こういうエフェクトパーツも、エフェクトパーツもまあまあ、あったらいいけど、なくてもいいかなって感じで。とりあえず、レッドを見ていきたいんですけども、なかなかね、これなんか最近お店とかで見ないなと思ったら、 神戸の三宮のおもちゃリサイクルショップみたいな結構マニアックなお店があるんだけど、そこには普通に置いてありましたね。まあ、ただアマゾンより全然高いんでなんで売ってました。1200円ぐらいで売ってたかな。これアマゾンで600円ぐらいで買えますよ、今。まあ、で、一番高かったのはね、イエローがね、1200円ぐらいしたかな。結構イエローだけ高かった。まあ、あだけどまあ、あ提供より安かったし買っちゃいました。ま、あやっぱ5人揃えないとね、こういうのは。で、完全に今、色のね、バリエーションも、 赤、黒、青、黄色、ピンクなんで、メガレンジャーと一緒で、まあネジレンジャーと一緒なんで、ネジレンジャーとして遊ぼうかなと思っております。だから、俺の中での遊び方は、まだこのパワーレンジャーがね、日本版がまだ確か DVD がもうちょっとしたら発売かなんかで、まだ出てないんだよね、確か。だからまあそれを見るまでは、悪の戦隊ということで、今んとこ、ちょっと最近こう遊んでる中の、やっぱ、最強の敵キャラにしていきたいと思います。 ま、これのボスが、あの、前作った、あの、ウルトラマンジードのプリミティブの改造したやつ。あれを、ま、悪に落ちたジードなんだけど、ま、それを、ま、ボスとして、その、ま、手下というか、それが作った戦隊。最強の戦隊ということで、ちょっと遊んでいきたいと思います。まあ、レッドはこんな感じ。裏側を見ていくと、こう、全員のラインナップが載ってます。こんな感じでエフェクトパーツがそれぞれついてて、ま、遊べるんだけど、ま、箱がないと大概なくしちゃいますよね。 イエローはこんな感じ。イエローは女性キャラみたいですね。そうそうそう。そうまあまあまあ、いい感じだね。正直、ちょっとね、大味な感じはする。塗装も少ないし、うん。定価が1600円だっけな。結構高めなんだけど、ミスるしてはね、まあ、スターウォーズのベーシックフィギュアと比べちゃうと、ちょっとできまいちかなと思うんだけど、まあ、この黒に関してはかなりかっこいいですね。やっぱ、黒だからね。裏は全部一緒で。一応ね、 日本語で書いてあるんで、日本で脳がちゃんと作ってるっていうか、まあ、バンダイが作ってて、日本語の表記なんですよ。だから多分トイザラスとかでも買えるのかなと思いますね。まあアマゾンが安いんでおすすめだとは思いますけど。はい。同じショップでまとめて買うと安かったです。多分5体で4000円以下ぐらいで買えたんじゃないかな、多分。うん。ブルーレンジャーね。あ、ブルーも、あ、ブルーもかっこいいな。あ、ブルーなんかかっこよくね。 かっこいいかっこいい。はい。こんな感じなんで、ちょっとあ、もう早くね、シルバーが出てほしいですね。ということで、この、パワーレンジャーにハマってきています。ということで、今度ね、2400円ぐらいでね、なんかロボ買えるんですよ、今。安くなってて。ちょっとロボ買っちゃおうかなと思ってて、ちょっと、遊んでいきたいと思います。はい。ついにね、最強の悪の戦隊のね、レッドをね、封印から解いてしまおうとしております。 なんかね、ここかっこいい、なんか正規末みたいな、卵みたいな、いい感じの柄でしたね。で、まあちょっとレッドだけ開けていきます。まあ全部開けるんだけどね。正直箱ごと取っとく必要ないだろう。これは。ちょっと待って、綺麗に取りたいからちゃんと取るわ。はい、じゃじゃーんこんな感じです。なんかね、質感もいいし、なんか関節もゆるゆるとかじゃないから、すごいいいですね。うん、なかなかこれ見てみると塗装がちょっとダサいかなっていうのはあるんだよ。 なんせこの本物の方が超かっこいいから塗装が汚し塗装みたいな渋いからさそう比べるとおもちゃ感はあるんだけどなんかアメリカのおもちゃっぽい感じもあってちょっとかっこいいなと僕は思いますねただから日本のおもちゃにはない感じだからこれこそ悪の戦隊として使うには超いいで問題のサイズ感なんだけど僕の中でのえまあベーシックなサイズのウルトラマンと比べるとちょっとこれ足をちゃんと閉じた方がいいねま開いてこんな感じにすると まあ、大体ぴったりぐらいなの、ね、ちょっと小さいけど、まあ、例えば、昔、最近のね、売れたのもちょっとでかくて、もうちょっと昔はね、もうちょっとちっちゃかったわけ。メガネンジャーとかの時は。それと比べると多分一緒ぐらいだから。まあ、こんな感じで、ジードがいて。うーん、最強の戦士。あ,あ、うこう見ちゃうと、でも、あ、五角っぽいわ。このジードが結構強いじゃん。なんだっけ、マグニフィセントだから。まあ、今度もっと強いモード出るんだけど。 五角っぽい。あ、でも塗装が裏全くないっていうね。ちょっと、なんかちょっとね、戦闘員感出ちゃうけど、まあまあまあ。手あげて。あー、チクシー。うわぁ。チキシー。あの、マグニフィセント、これは勝ちそうだな。はい、ということで今回は、えー、パワーレンジャーのフィギュア。5体全部買いましたっていう報告動画でした。バイバーイ。

Please subscribe.